はい、あの今回はあのナッキーがこの間のなんか簡単にできる単語を紹介したと思うんですけど、今回はあの私ちょっとボブヘアのショートなので、ショートで可愛く簡単にできるヘアアレンジをこのあなたに教えたいと思います。はいはい、まずここのここ自分がちょっと重いと思われる部分というか、取りたいぐらいの大きさで取りまして、こうねじるんですけど、こっち回しでねじって、間違えちゃった、ごめんなさい、間違った、こっち側で、ま、ねじってぷいってこう上にやって、このピンで止めて、こっちはまず完成で、こっちも同じぐらいの幅でここ取って、でこの辺も自分がちょっと入れたいぐらいの、多分ちょっと大きすぎてもあれなんですけど、取ってこっちはこっちねじりでねじってクイッてあげて、これピンを止めます。あ、もう一回いきます。いいんで、なんかこっちなんか、もう一回こっち行きますね。こんな感じで、はい、こんな感じで、ちょっとざっとですが。の完成です。ぜひちょっと時間がないなとか思った時にやってみてください。真似してね。キュートの萩原舞です。今日は舞の巻き方を教えたいと思います。そうですね、まずはこれは美容室の方に教わったんですけど、まずこうここをね、最初まあクイッて内にして、内にしたりこう外にしたり、こう毛先に最初動きをつけるんですよ。それを全部こっちにやったり、こう適当にこう動きをつけて動きをつけます。結構大げさなぐらい内にやったりこう外にやったりした方が、まあ外はあんまり少なめで、内の方がほんと適当にこうやってやって、こっちもこっちにやったり、で待って、してこうやります。そしたらですね、その後こう少し自分の
こうどんぐらいの、まあ普通ぐらい、こんぐらい、こんぐらいの量を取って、あ、でもこの取る量はなんかこう自分の思うぐらいでいいんですけど、取ってクイッてこうや落としていきます。で、これこのままにしときます。それを何回か内外でこうやっていきます。前のこの髪の毛のここら辺はエクステなので、結構なんだろうな、その地毛の人の感じの雰囲気と巻き具合がちょっと違うかもしれないんですけど、まあでもそのやり方はまあ一緒なので、こんな感じで結構適当に巻いてきます。クイックイックイってこう巻いて、適当にこうなんかこう前の今のこの地毛の短いのは置いといて、これ適当に今巻きました。でこれは今一回放置します。放置して、で前のこだわりはあのここら辺のこの顔周りの方はこう外巻きにします。なんか内巻きだとちょっと顔にこうわってくる感じになるから、内巻きにしないで外巻きにします。結構いつもこうメイク時間とか本当に前時間かかんないから、顔と髪の毛で15分ぐらいで終わるんですけど、両方合わせてこの巻き方結構すぐ終わるんですよ。こうくる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 ってこうやっていけばどうにか巻けるから、けど暑さは結構あの熱くしちゃってるけど、こんな感じで巻けたかな、適当に巻きました。でこれをほぐします。これサクだっけ、サク、これをサク、ほぐすですか、はい、そうするとゆるいカールになるんですけど、でこう毛先が注目です。毛先がこうまっすぐではなく固まって、ちょっと可愛い感じのアレンジになるんですけど、これをもうちょっときつく巻きたいなとか思ったら、こう最後ら辺にこうちょっとずつ取っていって、もっときつくやりたいときはなんかもうちょっと時間を置いたりとか、前は結構サッサッサッて取っちゃったけど、その持つときにこう待てばもうちょっと強く巻けます。こんな感じでこっちも取って、ここら辺にも適当にここら辺、ここも巻きます。見えるかな、ここのこことなんかボリュームをここら辺出したいときは、こことここら辺とここら辺をというかここら辺を取ってやると
いいって言ってました、美容師さんが。こんな感じで萩原舞のアレンジっていうか巻きが完成します。これで前髪を適当にクイックイって、はい、完成です。出来上がりました、イエーイ。ぜひ皆さんもぜひ真似してもらいたいなって思います。バイバーイ。バイバーイ。キュートの萩原舞です。今回は私が寝坊した時にすぐできるアレンジをご紹介したいと思います。はい、ではまずいきます。ですね、まずまあ軽くこうやってもう適当にもう適当に巻くんですよ。もう雰囲気巻きまずします。で、結構そのなんかきつく巻きすぎるとあれなので、ここ結構緩めに、なんかすぐこう取っちゃいます。こうやって自分の手でほぐしながらやると、こうなんかきつくならず緩い感じで、こう動きがついてるなぐらいの、なんか髪の毛の巻き方になるんですけど、もう動きつけてるなぐらいで巻いて、適当に足りないなと思ったところをフィット。やって、まあこんな、まあざっとですけど、こんな風にやります。こんな風に巻いて、で前髪もちょっとグイッとやって、よく私がピンをつけてるんですけど、まずピンの付け方は、まあ結構普通にやるのは、まあ、人に色、こうやって色のついたピンをこうやっていろんな、なんか自分の好きな色をこうやってピッと止めて3個つけて、こっちにもなんかこうやって。こんな風につけるとあんまりなんか凝ってなさそうで、凝ってるように見えると思うんですけど、こんな感じを やったり、あとはもう前髪とかもうまくいかないとかいう時に、全部こうやってこうちょっと自分の前髪よりも長い毛をちょっと出してきて、出した後にこうやって止めて、こんな風な詰め方をしてみたり、こういうのとか、あともう、なんだろうな、もう普通にもう全然もう縦にいっぱいこうやって全部入れちゃったりとかしてもすっきりして可愛い感じになりますとか、あと前がよくやるピン以外の髪の毛は、私がよく急いでる時にやるのは
ルーズに髪の毛をこうやって髪の毛を取ります。でこうやってやって、この真ん中を割ります。割ってこの中に入れる。最近よくみんながやってるこれリンパなんですけど、でこれをキューってプスって、でここら辺が多分後ろが結構可愛い感じになってるんですけど、ここら辺にこうやってピンを刺して、こんな風にちょっと矢印っぽくつけてみても結構かわいい感じになります。ざっくりヘアアレンジでした。ぜひ真似してください。バイバーイ。キュートの萩原舞です。今回はショートでもロングでも簡単にできる、そうですね、ヘアアレンジを紹介したいと思います。はい、まずですね、早速いきたいと思うんですけど、まあでも基本は多分ボブの子がなんか似合うのかなと思うんですけど、私がよくやるのはですね、ここにこうまずここら辺半分ちょっとだけ取って、でここをですねこうねじります。でここももうちょっとすくう、ここの下を取ります。でねじります。でここもねじります。でここをねじって2個をこうやってねじっていくんですね。でこうやってクシュクシュって出してきます、ここの部分を。でここがでちょっと出すぎちゃったんですけど、を止めます。ここピンで、よし、でここをですねちょっとまた出して、出したりとかするとちょっとアレンジするように見えます。でもすぐ簡単にちょっと遅刻しそうな時でもできるので、ちょっとやってみてもらいたいなって思います。そしてですね、あともう一個、どうですね、私がやるのはここをちょっとだけ取って、こうよくこうやってやってこうクイッてこうなんていうんですか、猫耳風みたいなのをこうやってやってる人いると思うんですけど、じゃないちょっとやつをやります。を取って、これをまずちょっとずつ取ってきます。で、こうまず止めます。でこうちょっと出して、こっちも同じように
構私その、あの、なんて言うんだろうな、の雰囲気で作ることが多くて、髪の毛をなんか、うん、こうやってやってみたら可愛いかなって思ってやってみることが多いんですけど、この間も私ね、こうやってやってまたピンで留めます。このピンの留め方はちょっともうちょっと綺麗に多分みんなできると思うんですけど、とりあえず留めますね。で、こうやって出してやると、ちょっといつもみんながやってるような感じとはちょっと違う感じになるんですよ。わかりますか？この感じわかるかな。ピンの留め方はちょっと本当にあれなんですけどこんな感じで、こうちょっとわかるかな、ボブの子とかは結構可愛く見えるんじゃないかなって思います。はい、今回やったのは基本のやつは全部一緒で、こう2つに取ってこうねじって、でここら辺を取ってねじってっていうのをやって、こうねじったところをこうちょっとずつ出してこうルーズに見せるっていうのを基本としてやりました。ぜひ真似してみてください。キュートな萩原舞です。今日は朝忙しい時にパッとできるあのヘアアレンジを紹介したいと思います。はい、まずはですね、ちょっとこれは今巻いちゃあるんですけど、なんとなくここら辺は私は前髪がもう長いので、こう取ってここら辺はちょっと残しつつ、ここの羽とかはどうしようかな、ここら辺残してみたり、あんま多すぎると重く見えちゃうんですけど、なんかいい具合に取って、で、あの上に上げると洋服によって変えてもいいかなって思うんですけど、上にこうやって上げると、まあ普通のよくあるお団子だと思うんですけど、私は萩原は多分ここら辺にやると多分なんだろうな、清楚っていうか、こうなんかなんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、何でも合うのかな、別に多分お団子は何でも合うんですけど、あの私はここの高さだと、あの新幹線とか乗った時に寝づらいなって思って、あの私はこれぐらいの位置にするんですよ。あとなんかバランスがこのぐらいの位置が好きで、ここら辺まず上げます。こう上げて、でゴムで結ぶんですけど、このぐらい、このぐらいの位置かな、多分こう結んだ時に、こんぐらいで結んだ時にちょっと見えるな見えないなぐらいにします。でこうやって、ここが重要なんですよ。ここをこうちょっと大きすぎず適当に、ルーズの方が可愛いなって思うので、ここら辺を ここの部分、この伸びてる部分をこう適当に、ほんと適当にこうぐっちゃぐちゃにするんですよ、ここら辺で。でこうぐちゃぐちゃに、なんかいい具合のルーズさに して、でここで輪ゴムの登場で、この輪ゴムを適当にここの間にね、こうやってやるんですよ。でこうやってちょっとほぐしたりとか、ここの余った部分もこう中にしまっちゃって、でここあとはこうちょっと出す、このちょっとルーズにするために細かく出して、ここら辺も出します。
こうつまむみたいな感じで出します。そうするとちょっとなんかなんだろう、びっちりしたお団子ではなくルーズっぽいなんか髪型になります。で団子もこう横から見たら団子だなみたいなけど上がってるなみたいな、わかりますかでここは私は巻いちゃってるんですけど、朝ここだけ巻けばこんぐらいでこうゆるーく巻いたらちょっとちゃんと朝でもアレンジしてるように見えるので、ぜひ真似していただきたいなって思います。はい、これで一応萩原舞がよくやってる髪の毛は完成なんですけど、もしこう前髪が多分朝とかでなんか今日うまくいかないっていう時になんかやる方法としては、こうじゃあちょっとここら辺は残しつつ、ここにこうちょっと軽く、私だったらですよ、私だったら適当にここら辺を編んで、編むっていうかもうなんかなんだろうな、もう本当適当に、なんかこう編むっていうか、あ、編んでるな、編んで、でここもちょっと出します。こうやってルーズに出して、出してこの上に乗っけて、このピンとかで可愛く彼止めて、こういう風に見えるかな、こういう風にしてみたりします。ぜひやってみてね。